桜川駅は大阪府大阪市名庭区桜川にある大阪市高速電気軌道阪神電気鉄道の駅大阪メトロ千日前線と阪神南波線の2路線が乗り入れる大阪市高速電気軌道における駅番号は S15 阪神電気鉄道における駅番号は HS42 大阪城下の幸い町と西成郡南波村との間を流れていた 桜川に由来する。幸い町が堀江新地33町のうちに数えられることから、桜川も堀江川と同時期の1698年頃の改作とされている。桜川は港町の西で道頓堀川から分岐して木津川へと流れる堀川であったが、1914年頃に大阪市電九条高津線の付設に伴い埋め立てられ、現在は 千日前通りの一部となっている。島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札口は東山一箇所ずつ設けられており、阪神南波線とは地下通路で連絡。当駅の前後は阪神南波線との並走区間となっており、鶴橋駅までの各駅に行く場合は千日前線の方が運賃面で優位に立っている。当駅は南波管区駅に所属しており、同管区駅長が 東駅と西長堀駅を管轄する。5号で入り口の横にはかつて桜川バスターミナルがあった。現在では市バスの操車場として利用されている。千日前線は塩見橋交差点直下で方角を変えるため、桜川駅は塩見橋交差点よりかなり東、桜川2交差点と栽培町1交差点の中間あたりに建設された。したがって、 塩見橋交差点の南西角にある南海電気鉄道高野線塩見橋駅からはかなり離れている。建設当時、すでに阪神西大阪の辺新線の計画があったため、その用地の空間を確保するために道路の地中北側寄りに建設された乗り橋ましホーム一面二線を有する地下駅。ホーム油校長は二十一メートル級の近鉄車両重量編成に対応している。 駅舎のデザインテーマは新たなゲート。地下鉄の駅とは4番通路から南海潮見橋駅へは1番通路から連絡する。潮見橋交差点にある4カ所の出入り口にはすべてエレベーターが設置され、南海潮見橋駅に連絡する1番通路にはエスカレーターも設置されている。自動改札機は2枚一括処理に対応している。ホームの壁は上下でデザインが異なる。 一番線は灰色、銀色で、二番線は白色、ベージュ色が使用されている。計画段階の過小は、塩見橋駅で乗り換えも地下鉄桜川駅より、南海塩見橋駅の方が便利だが、地下鉄との接続を重視して、桜川の名を採用した。阪神南波線開通に伴い、大阪南波駅の西側にあった引上げ線3線の、 うち両端の2線が、阪神南馬線の本線となった。これにより、奈良方面からの折り返しに支障が出るため、残る2本は当駅の西側に移設された。近鉄線内からの大阪南馬駅終着の列車は、西側に残る1線と合わせ、当駅でも折り返す形が取られている。そのため、阪神直通非対応の近鉄一般車や、近鉄特急車も、改造列車として、 頻繁に入線する。近鉄の回送列車は当駅に一旦停車するものの、客扱いは行わず、西側の引上げ線に入る。また、近鉄と阪神の乗務員交代は当駅で行われ、列車番号も変わる。このため、大阪南波桜川間は営業上は、阪神、運行上は、近鉄の扱いとなる。保安装置は、 近鉄仕様のものが設置されており、タブレットによる車内放送も近鉄仕様、運行管理も近鉄のコスモスが行っている。スマートフォン向けアプリの阪神アプリではこの区間のみ列車走行位置が表示されない。また、当駅製方の分岐器付近にある河川にはデッドセクションも設置されている。列車によっては長時間停車もある。なお、当駅始発、 終着の定期営業列車は設定されていないが、阪神、近鉄のいずれかで輸送障害が発生した場合はこの限りではない。運転仕様の停止位置目標は、天川崎方面は近鉄仕様のものが、大阪南場方面は阪神仕様のものが設置されている。発車メロディが使用されており、元町駅と同じく予告用のみが流れる。 大阪南波方面はこのメロディとアナウンスの後に近鉄の信号国書による出発承認合図点灯とブザーが鳴る。ただし近鉄の改造列車の場合は出発承認合図点灯とアナウンスブザーだけが明動する。天ヶ崎方面からの列車では地下鉄千日前線への乗り換え案内があるが奈良方面からの列車では省略されている。 また、南海線への乗り換え案内は、列車や路線図では、一切なされていない。乗り場各年度の1日乗車、乗降人員数は、下表の通り、地下鉄桜川と幸い町一丁目停留所がある。大阪シティバスが運行し、路線により、両方の停留所、または片方のみ停車する。ありがとうございます。